はい、こんにちは。こんにちは。はい。はい。日坂さん。はい、はい。はい、これ初めて3回目。第3弾な。はい、第3弾。企画もんです。企画もんになりますか。お宝紹介。はい。意外にコメント欄、温かいコメント多くて。あ、そうだね。もうセカンドチャンネルだからさ、温かいコメントしか受け付けてません。ねえ。で、なんか結構見たいって言って、でもらえるので ありがたいよね。ちょっと調子に乗って続けてみますか。そうだね、ちょっと調子に乗ろう。はい、ね、はいはい、なんか今回もすごい、なんか前回よりはすごい大きいものが後ろに控えてますけど、まあこれは今度ね、うん、ね、はい、前回、うん、なんかちっちゃい、あれなんかスノーボールみたいなクリスマスのまあね、スノーボールみたいだったけど、実はあれは何だったのかという。あれ何ですか。あれやっぱりこうコメント欄にあれは何だとか、クイズ形式でこう続けていきたいから、そんなに続かないけどね、お宝だから。続かないんだけど、こう、あれは何だとかね、書いてくれてれば、うん、まあ嬉しいけどね。はい、まあ実は、この前のはどれ？この前のはね、はい。お、なんだ？すごい、ちょっとちっちゃいけど、すごい。あ、持ってください、そこ。これです。なんか、これですよ。え？これ取れちゃったんだよね。だからこの前もこれが多分落ちてたと思うんだよね。確かに。だってこれ、ね、ずっとのこうグラグラなんだもん。そう、なんか前回の動画見ていただけると分かるんですけど、置いてましたね、下に。置いてたよ、ぴょって。だからこれはね、うん、アテネのこういうのとか、はい、指輪ですね。だからあのワールドシリーズでさ、チャンピオンリングってあるじゃない。はい。だからそういうのを長嶋監督がまあ、作ってくれたという、ね。アテネオリンピックの。アテネオリンピックの時の、こう、指輪です。はい。ね。でもこれもう折れちゃってます。ね。ちょっとアロマハルマで、ちょっとつけてみたいんですけどね。つけます？つけるよ。つけないとさ、なんかこのまま放置してたからね。はい。どうぞ。はい。ちょっとね、これつけて。はい、アロマハルマは、すぐね。見えますか？メガネ大丈夫ですか？はい。はい。あ、つけすぎると。乾きません。つけて、はい、ちょっとつけすぎかな。まあこれでこうやってこう飾ってるわけですよね。はい、それじゃあちょっと今台はこちらにもらっておきます。はい、台。はい、乾かしておきますね。はい。はい、ね、それでまあこういうのがね、届いたという。はい。ね、これは届いた、やっぱ無頓着な俺でも、はい、これはね、あげれないというか、俺が持ってる中で。アテネオリンピックの品物がやっぱり一番かな。これなぜかというとさ、やっぱり一番緊張して野球やったんじゃないかなっていうのと、やっぱこう国を代表して戦ってるというね、まあ緊張感、あの緊張感はやっぱりちょっとやそっとじゃ味わえない。じゃあなんか個人でもらったものとはまた全然違う。あ、それはね、全然違う、うん、やっぱ大事にしたいと思ってたけども、あれが折れちゃってるというね。まあ、ちゃんとケースに入って。そうそう。ただ、やっぱね、アテネオリンピックのものっていうのは、ユニフォームは何枚かあげたよ。はい。で、残ってるのは1枚しかない。はい。ね。はい。で、まず、まあ、ユニフォームというよりも、まあ、すいませんでした。皆さん応援していただいたのに、銅メダル。銅メダル。これはね、レプリカなんですよ、実は。はい。で、オリンピックというのは、選手にはメダルをもらえるんだけど、なるほど、俺ら団体競技って、監督コーチってもらえないんだよね。はい。いや、それじゃかわいそうだろうって言って、連盟が、こう、同じものをこうやって作ってくれた。へー。ね。やっぱこれも大事な、オリンピックってアテネが発祥の地だからね。そうですよね。まあ、そこでできたっていうのも記念だし、はい。だからこれも大事な、一品です。はい。で、ああ、ありがとう T シャツ。はい。前がありがとう。ありがとう。背中がその出た時のみんなのサイン。はい。もうちょっと上です、ね。もうちょっと。はい。あ、はい、引いてください。はい。はい。みんなのサイン。で、長嶋さんが真下のど真ん中なんだけど、はい、その横に、はい、俺のサインがあるというね。本当ですね。ね。その隣にあります。そう、これはやっぱりさ、貴重なんだよね。はい。で、その当時の総理大臣、こう、あ、それがいいですね。
でそのまま寄せてください。小泉純一郎感謝状って感謝状ね、やばい、まあ光るからね、まあしょうがないけどね、はい、ね、はい、こういうのももらえて、でやっぱ大事なのはこれなんですよ、みんなの写真。あーすごいです、みんなの写真で戦った、はい、こう奇跡がこう記されてるというね、スコアと成績が、そうそう、はい、で後ろはあ、まあ先ほどの T シャツ同じね、うんうんうん、まあそれで、みんなのサインをしてあるという、で下に全メンバーの名前が書かれてるんですね。書かれてるんだね。はい。で、やっぱここも同じだよね。長嶋さんの隣に俺のサインがあると。はい。これはもう一生の宝物。高木家の家宝。ね。はい。ということで、で、もう最後の、もう現役の時のユニフォームも何にもなく、ユニフォーム類は本当ズボンしかないという。でも唯一一枚残ったのがこのアテネで着たユニフォームという、はい、はい、前も見せてください。もったいないなまあこういうことになるんだけどね、はい、え、長谷さん今これ着れます？ちょっと着てみるか。ありますか？ちょっと着てみるか。はい、ねえ、この時はね本当に緊張してもう毎晩毎晩寝れなかったよね。寝れないわ、なんかもう疲れるわ。その時にね、分け徳山っていうね日本料理屋さんがあって、はい、そこのねあの大将が応援に来てくれたの、はい、そう、長嶋さんと講演されてて、はい、あの料理を作ってくれたの、はい、ずっと、はい、それでなんか救われたみたいなさ、はい、それよりこれちょっと着れないなおい。きつ。これじゃコーチできねえな今。ちょっとなんかユニフォーム感ゼロですけど大丈夫ですか？こういう感じで笑いすぎじゃないの？横向いて背中見せてください。横はこういうことになってるし、て背中はこういうことになってる、ね、はい、はいはい。これでサードコーチャーでやってたんですよ。はい。ね、サングラスかけて。はい、太陽が眩しくて、はい、まあその時にボタン弾けそうですけど大丈夫です、大丈夫、はい、丈夫にできてでもねこれはねすごくアテネ用に水野が、はい、あの水野社がねあの開発してくれた発汗性もありもうほんと軽いユニフォームなのよね。だから特許が入ってるとかなんとかっていう話で最初、まあ着心地はもう最高、今でも だって2004年だからさ、はい、もうそれからもう何年経ってる、16、17年目でしょ、はい、それから考えるとこれは本当に画期的なんだよね。だからなんかみんなに支えられて戦ったアテネオリンピックっていうのがね、はい、まあ、今でもで一番心に残るのはみんながね手袋とか、はい、バラバラなの。まあ例えば、はい、白と黒やってるっていうような感覚なの。でリストバンドでもえそれメーカーが違うの別々にしてんのみたいな感じだったの、はい、でどうしたって言ったらアテネのその予選を戦った人間がいて、はい、で本ちゃんの時に選ばれなかった人間がいるわけ、はい、いや人数の関係もあるし、はい、一球団二人までっていう制約がかかったから、はい、一緒に予選を戦ったさ人たちの思いを持ってきてるんだよね、はい、手袋だとかリストバンドだとかそうやってみんなで一緒に戦ったと。で長嶋さんが監督だし、はい、オールプロとして全日本を組んだのがオリンピックでね、はい、初めてのケースだったし、はい、初めての試みだったし、はい、で監督は長嶋さん、長嶋さんは倒れてこれなかったけどもなんかものすごいプレッシャーをやって野球をやったなっていう、うん、まあ思い出深い、まあ品々だよね、はい、まあ宮本が予選終わってキャプテン、うん、はい、優勝した時にね解散は次の日で終わった次の日でまあみんなバラバラに帰っていいよって
いうようなことで帰ろうと思った時にドア開けたら手紙がパラッと落ちたんだよね。はい。短い文面で豊さん本当にありがとうございましたって宮本慎也って書かれてたのね、はい、もう涙が止まらなくてさ、はい、あちょっといかんなまあまあなんかすごいそういうね深い思い入れがある今紹介した、はい、あの品々でした、はい、ね、まあ応援していただいた人もたくさんいたと思うけど、まあ16年、はい、17年前だけどね、まあ、本当にありがとうございました。銅メダルという結果に終わりましたけどもね、本当に私はいい経験をさせていただきました ね、次はこちら何でしょうね、お楽しみに、はい。